どね、はい、そして驚いたのはまずこの佐藤久人のプレー。やっぱりシンドスーパーですよ。常にゴールの場所とかいろんなイメージができてるんでしょうね。これはすごい、本当すごいです。もう自分の立ち位置からゴールマウスがイメージできていて、はい、でキーパーも届かないところ、はい